エプリーエアフィールドは、アメリカ合衆国ネブラスカ州東部にある空港。同州の最大都市オマハのダウンタウンから北東約5キロメートルに立地し、オマハ市とその都市圏をカバーする。ネブラスカ州では、最大の規模を有する空港であり、オマハ都市圏のみならず、ネブラスカ州東部、アイオワ州西部、カンザス州北部、ミズーリ州北部、及びサウスダコダ州にわたる広い範囲における。 中心的な空港である。エプリーエアフィールドは、ミルウォーキーに本社を置く、ミッドウェスト航空の重要拠点空港の一つである。空港の名は、地元オマハのホテル王、u ーーシ c エプリーから付けられた。1958年に、エプリーが没した後、その遺産のうちの100万ドルが、オマハ市営空港をジェット機発着対応に改築するための費用として、寄付された。 改築は1959から60年にかけて行われた。空港の敷地面積は1072ヘクタールである。空港には週397便が発着する。空港のターミナルは2つに分かれ、20のゲートがある。国際線はないが、各航空会社からのハブ空港の便がある。2007年の年間利用客数は約420万人を数えた。 2007年の利用客の数を航空会社別に見ると、サウスウエスト航空が最も多く、全体の約23%を占めた。ユナイテッド航空がこれに次い全体の約20%であった。空港はオマハのダウンタウンの北東約5キロメートルイーストオマハ市に立地している。空港自体は、ミズーリ川の西岸、ネブラスカ州側に立地しているが、 水売り川が蛇行しているため空港の東側、西側、南側の3方向はすべてアイオワ州に囲まれている。空港の西側には水売り川が形成した三日月湖が広がっている。この三日月湖は1877年に水売り川が洪水を起こした際に流路が変わり、急流路が取り残されることによって形成されたものである。 ミズーリ川はネブラスカ州とアイオワ州の宗教になっているが、1893年の連邦最高裁判所の裁定により、流路変更による宗教の変更はせず、三日月湖の内側はアイオワ州のままとなった。三日月湖の内側の約5、K、平方メートルの土地は、やがてアイオワ州、カーターレイク市となった。このような事情で宗教線が複雑であるため、 オマハのダウンタウンから空港に車で来る場合、わずかにアイオワ州行きを通ることになる。空港とダウンタウンを結ぶメインの道路であるアボットドライブはカーターレイク市域内の約800メートルの区間だけはアイオワ州道165号線に指定され、アイオワ州交通局によって管理、維持されている。また、区間の両端にはアイオワ州のウェルカムサインが設置されている。 一方、ネブラスカ州においては、アボットドライブは、オマハの街路に過ぎず、アイオワ州との宗教においてもネブラスカ州の、ウェルカムサインは設置されていない。ノースオマハ地区及びイーストオマハ地区から空港に来る、場合は、その途中で、アイオワ州域を通ることはない。オマハの衛星写真。ナサ撮影。ミズーリガオマハのダウンタウン、アイオワ州、カウンシルブラフス市。 エプリーエアフィールドの位置関係を示している。ネブラスカ州の最大都市であり、地域に約40万人、都市圏では約80万人を抱えるオーマハをカバーする空港だけ、あり、便数もかなり多い。大手5社はすべて、ハブ空港からの便を発着させている。ターミナルは A と B の2つのコンコースに分かれ、それぞれ20ずつ、A1A10 と B11B20 のゲートがある。 手荷物受取書は、コンコース A に到着する航空会社の便は1から3を、コンコース B に到着する航空会社の便は4から6を用いる。ありがとうございます。